皆さんこんにちは。今日はドイツ人が大好きなハイキングに行ってきたので、その時の動画といちご狩りにも行ってきたので、ドイツのいちご狩りの様子をご紹介します。このチャンネルではドイツで生きる日本人主婦がドイツについてのあれやこれやをご紹介しています。皆さんがコメントしてくださったり、チャンネル登録をしてくださっているおかげで、ここまで YouTube やってこれました。本当に皆さんありがとうございます。さて、ハイキングはドイツ語でバンダーンと言います。ドイツの人たち、本当に森が好きです。私たちが訪れたのはハルツ山地です。今回は子供が3人いるので、ハイキングというよりは遠足になりますかね。ハルツ山地へはハノーファーから車で約1時間半ほどです。ここに温泉旅館があったら完璧です。ここを歩いている時、日本を感じました。もう日本に3年以上も帰ってないなんて、コロナの影響で日本がより遠くなってしまいました。皆さんここで休憩をとっているみたいなので、私たちもここでお昼ご飯にします。日曜日と祝日はお店も閉まり、娯楽施設も日本と比べると圧倒的に少ないドイツ。太陽が出たら目をつぶって太陽の光を浴びたり、森に散歩に行ったり、ハイキングに行ったり、お友達や家族を訪問してケーキを食べたり、日本で暮らしていた時は休日は買い物に出かけたり、友達とランチやカフェに行ったりと、何かとお金を使っていましたが、ドイツの休日はまずお店が開いてませんし、届く当時はドイツ人の休日の過ごし方に驚いたものです。でも今はお金をかけない休日の過ごし方が私は好きです。さて、車で少し移動してブームベアクという標高971メートルの山へやってきました。ロープウェイに乗って上まで行きます。そうそう、休日の話に戻りますが、日本の祝日って年に16日あるんですよね。ドイツは何日あると思いますか？州によって休日の日数が異なるんですけど、私の住むニーダーザクセン州はなんと年に10日間しかありません。少な。しかも土日と重なったから振り替え休日というものもないんですよね。残念。面白いのはドイツにはブルッケンタークというものがあって、例えば木曜日が祝日だとしたら、金曜日は当たり前かのように有給を取り4連休にします。年間24日から30日は有給があり、絶対消化しないといけないですし、祝日が少ないのはまあ納得です。この山の頂上は子ども向けの遊びがいっぱい準備されていて、子どもにとっては最高の場所です。大きいトランポリンもあります。大人がやっても楽しそうです。大自然に囲まれながら遊べるなんてもう幸せですね。ハルツ山地で最高峰なのはブロッケンで、友達が教えてくれたのですが、ブロッケン現象というものがあるみたいですね。ブロッケン現象の説明は省きます。あとはビールがあったら最高と友達が言ってました。自然の中で飲むビールも絶対美味しいですよね。山のてっぺんに湖があるなんて。子供たちが一生懸命オタマジャクシを捕まえようとしてます。私は昔はよくザリガニを捕まえたものです。ドイツでザリガニ、まだ見たことがないのですが、ザリガニいますか？息子が生後1ヶ月の時に、夫と息子と3人でハルツ山地をハイキングしました。夫が抱っこひもで息子を抱っこしてハイキングをしたのですが、産後1ヶ月でハイキングって日本だと怒られそうですよね。
50歳のお祝いをしている人たちに出会いました。ドイツでよく見る光景です。これはモンスターローラーというもので、このローラーで山のふもとまで降りることができます。楽しそうです。さてロープウェイで下まで行きます。このロープウェイ、自転車も運べるんですよね。さすが自転車大好きなドイツ。今度来るときはビール持ってきます。さて、いちごの季節なのでいちご狩りにやってきました。いちご狩りはドイツ語でエアッペアプリュッケンと言います。いちご狩りをしなくてもいちごをここで買うこともできます。いちごを入れる入れ物を家から持ってきたので重さを測ってもらいます。入場料はなしで時間は無制限。いちごを狩りに行きます。温室育ちではなくワイルドに育っていますよ。味見しても大丈夫なので食べながらイチゴを摘んでいきます。誰が？私は一粒くらいしか味見しませんが、子供たちはずっと味見してます。手も口も真っ赤になります。まだまだ摘みますよ。時々ブレンネッセル、西洋イラクサが生えているので、短パンにサンダルでイチゴ狩りに行くのはおすすめしません。ボール2つにいっぱい積んできました。このボールをまた先ほどの木の家のところに持って行って、イチゴの重さを測って支払って終わりです。家から入れ物を持ってこなくても、この入れ物を1ユーロで買うこともできます。自分でイチゴ狩りをしたイチゴは1キロで 3.9 ユーロです。さて何キロになるか。約2キロで1000円でした。これからも皆さんにドイツのことをもっとお伝えしていきたいと思っています。リクエストやアドバイスなどコメント欄に書いてくださると嬉しいです。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。